はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。まあ、今回はね、ちょっと残念なお話でございます。以前ね、これまあちょっと動画にしたかどうかっていうのはちょっと記憶にないんだけども、まあ九州のね、家族ご一行様がですね、まあ富山に遊びに来ちゃってね、まあ、その時まあレンタカーを借りたわけですよ。日産セレナね。でまあそのね、まあ僕は日産セレナに乗って、ね、皆さんをこの富山市のいろいろな観光地をね、まあ、案内したんだけどね、はい。その時にね、車のそのドアを持つとこあるでしょ、まあ、内張りっていうかな、内側のまあドアをこう開ける時に持つところで、あそこに今ちょっと実は穴が開いててね、そこにねスマホをこうやって引っ掛けてたんですよね。引っ掛けてやってた。ほんでまあそれでね、ドアをねガチャッと開けた時にね、このね穴からポロッと落ちちゃったんだよね、パーンつって。でね、その時に限って、まあ、このスマホってね、ソフトケースっていうのが標準でついてんだけどね、まあ、その時さ、つけてなかったんだよ。なんか後ろになんかバンカーリングみたいなのつけてたもんだからさ、なんかちょっとこれ邪魔だなと思って、その、ね、ケース外したんだよ。その時に限って落っことすんだよね。そしたらね、ポッって音がしてさ、見たらさ、もうここにさ、ちょっと見えるかなこれ。ちょっとこう、まあ、うっすらね、ここに、こういう V の字みたいな、U の字かなみたいな感じで、ひびが入ってます。ここ少しもう浮いちゃってるよ。白くなってるよね。見える？うん。で、ここの U の字になってるなぁと思ったらさ、1時間ぐらい経ったらひびが広がってきて、こっからさ、下に向かってピシヒ、ちょっと映ってないけどね。こういう細いひびが、ひび割れが入っちゃってます。はい。なんだけどね。うん。でもまあ、とりあえず、なんていうの？まあ、ちょっとひびが入ったけどね。仕様には差し支えないんですよ。で、ひびもね、ひび割りもまあどんどん広がっていくのかなと思ったら、それ以上広がらないし、あんまこれでいいかと思ってね、うん、まあ死にゃ死にないわって、うん、いうことでね、まあやってた。だけども、その後ね、秋葉王の中華アクション株のロケに行った、行く時だ、行く途中だよ。その時ね、ちょっと上着のポケットがちょっと浅くてさ、また落っことしちゃったの。もうその時もね、ボムッとか言ったわけよ。ボムって。たらどうなったか。見てこれ。これ。もうバリンバリン。やっちゃったよ、これ。もう。終わりでしょ。ここもね、完全に砕けちゃってる。これもね、ちょっとここ擦ったらね、ポロポロってね、もうガラスが落っこってきたんだよね。はい。で、一応保護フィルムを貼ってるから、一応こう、まあ、怪我したりはしないんだけど、ここの隅っこの部分はね、もうほんとガラスがこう落っこちてきそうな勢いなんですよ。もうこんななっちゃってるからね。これちょっとね、うまくこの反射してるからよく見えないんだけど、肉眼で見るともうこの割れはもうひどいです。で、さすがにね、もうこれくらいやってくると、いろんな動作に支障をきてて、ね、カメラ撮っててもさ、なんかこう、この辺の縁を触ってても、戻るボタンを押したりとかね、カメラが、もうピコピコいっちゃってるしさ、もうなんかね、思い通りにね、もう操作が徐々に効かなくなってきた。特に動画編集とかね、細かい作業するときなんかもちょっとなんかね、もう今、もうピコピコ、なんで今言うんだよ、もう本当にね。もうそのね、動作ももうさすがに怪しくなってきました。うん。まあ一応ね、もうまだまだ、そのノバライト2っていうのはね、すんげえ、もう気に入ってたんだよ。まあ、動画投稿、まあ、撮影、編集、アップロード、あと、ま、調べ物したりとかもあるけど、文字打ちとかね。ほんとね、これ、そつなく使えたの。それがね、ちょっともう割れちゃったから、もう、がっかり。なので、まあ、このね、まあ、画面が、割れた機会にね、ちょっと、次期スマホ、検討しようかなと思ってね。今ね、考えてるわけですよ。何にしようかなって。で、まあね、ちょっとまあ、今話題のものであれば、ユミデジ A5 プロ。あ、プロだったっけ？ユミデジ A5 プロだよな？うん、確か。うん。がね、まあ、1万7000円ぐらいで売ってて、自分の欲しいスペックがてんこ盛りなんだよ。ね、やっぱり自分が求めているものっていうのはね、何かって言ったらね、うん、まあこの
このノバライト3は、まあ、性能的にはもう十分。これくらいのスペックがあればもう十分なんで、次のね、スペックに求めるのは何かって言ったらね、まあ、電池持ち。このね、ノバライト2はちょっとやっぱりハードに使っちゃうと1日持たないんですよ。待ち受けはね、1日2日持つんだけど、やっぱりこの編集、撮影、アップロード、まあ、結構負荷がかかる。カメラアプリも結構ね、熱持っちゃったりするんだよね。なので、まあ、電池持ちは、やっぱり途中で充電しなきゃ、モバイルバッテリーがないとダメだから、次のやつは、まあ、やっぱりそのバッテリー容量がでかいやつが欲しいんだね。なおかつ、SIM スロット。これが3つ欲しいな。配達利用じゃなくて。デュアル SIM、デュアルスタンバイっていうのをね、やってみたいんだよ。今現在、これ多分、それないんだよね。2スロットだから、SIM カード1枚とマイクロ SD を入れるということになってます。はい。でね、このまあなんでトリプル SIM スロットがいいかって言ったら、まあ一つはまあ音声通話 SIM とまあマイクロ SD カードをまあ入れると。で、もう一つのスロットに、今ほら、富士 Wi-Fi とか、チャット Wi-Fi とか、ね、Wi-Fi さんもやってたかな。SIM のみレンタルっていうのもやってるんですよ。ソフトバンクのね、通信網を使った。まあ、SIM を入れてですね、もうこれ自体をモバイルルーター代わりに、使おうかなと思って。で、今持ってる既存のモバイルルーターは、まあ、これ家用のね、まあ、固定回線風な感じで、まあ、使ってね。で、外に出るときは、ここの SIM で、外にモバイルルーターを持ち運ばずにね、過ごせるというふうにできたらさ、荷物がまあ減るし、あとバッテリーの管理一つしなくていいんですよ。まあこれがかなりね、楽かなと思って。っていうふうに考えてます。で、まあその時にね、やっぱりバッテリーの容量がでかくなきゃいけないなっていうところ。ね。なおかつね、まあ性能はこれよりちょい上。ちょい上で十分。うん。ものすごく上までいらないのよ。ものすごくさ、性能良すぎるとさ、やっぱ今度はバッテリーの持ち問題とかも出てくるでしょ。そこまではいらない。うん。それと、もう一つはね、カメラ性能、手ブレ補正性能は、そんなにこだわらない。やっぱりね、カメラ補正の性能が高いスマホは、まあ、必然的に高くなっちゃうからね。それよりも、まあ、ジンバルに収まるギリギリのコンパクトさ、ギリコンパクト。ね。今、多分ね、驚愕物になってるから、6インチオーバーでもね、なんていうの、ジンバルに搭載しやすいわけですよ。まあ、ジンバルに乗っけられれば、まあ、手ブレ補正の性能なんか別に、どうでもいいからね。はい。まあ、その分安くスマホを買うことができるから、それでいいかなと思って。はい。まあ、そういう、なんていうの、スペックのスマホを求めてるというところですよ。だから、まあ、今回出た、ユミデジ A5 Pro っていうのは、すごくね、自分の希望に、叶ったスペックが全部盛りなんですよね。だから、ま、このあたりを、ま、ちょっと、検討、まあ、候補のね、まあ、一つとして、挙げているところでございます。まあ、その他にもね、まあ、いろんなスマホあるかと思うんで、まあ、ちょっと自分もね、まあ、そのあたり、開拓しながら、やっていこうかな、というふうに思ってます。はい。まあ、皆さんもね、じゃあ、サトチューン、まあ、こういうふうに言ってるけど、まあ、こんなスマホあるよ、みたいな感じでさ、まあ、ね、あれば、ツイッターとかでね、教えていただければと思います。コメント欄開放してないからね、うちはね。はい。まあ、そんな感じですね。うん。まあね、このね、やっちゃうよね、これ。自分さ、やっぱりね、まあ、iPhone 持ってる人とかよくね、バキバキになってる人とかよく見るけどね、まあ、やっぱちょっと見栄えが悪いよね、っていう、まあ、感じだし、まあ、使えるんだけどね。やっぱりちょっとこう、精神的に嫌だよね。なので、このノバライト2は、まあ、サブスマホに広角かなっていう感じ。今使ってるね、この、フリテルレイ。これがね、やっぱちょっと古くなったせいかね、まあ、いろんな挙動がちょっと不安定になったりとか、まあ、暗中撮影がね、ちょっとまあ、ざらついてるかなっていう感じ。まあ、がするんでね。まあ、これはちょっと、まあ、そろそろ、退役してもらってね。このノバライト2がサブマシン。そして、まあ、新しくメインマシンを何か迎え入れる。ということです。
これはちょっとまあね、早急に検討したいなというふうに思ってますのでね、何買うか、また決まったらね、動画にしたいと思います。はい、というわけで、今回はね、秘宝、サトチューン、スマホを割るというお話でした。この動画がね、面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録してやってください。はい、ということで、サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。